シャテルギオンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、ピュイドイコールドーム県のコミューン、クレルモンフェラン人口密集地に属する温泉地である。住民の事象は、シャテルギオネであるが、歴史的、地理的理由から非常に多く、ブレイヨーと呼ばれる。現在の地名の綴りは古いものではなく、2007年から、使用されている。 クレルモンフェランの北 20km、リオンの北西 7km、ピュイドドームからは 32km の距離である。サンドン川沿いに街並みが広がる。シャテルギオン住民は自らをブレイヨーと呼ぶが、これは街の周囲に広がるブレイヨー地方にちなんでのものである。シャテルギオンという名称の語源はギドンの城で、ギドンとはオーベルニュファクギーニセイのことである。 1450年代に描かれたデッサンがサンクスト昇州動員とサンクストシャテルギオンの村。1777年代のカッシーニ地図より上空から眺めた十字架の丘と街並みグランテルムシャテルギオンの名の元となったオーベルニュファクギー2世は1185年にリオンを守るためカルベールの丘に砦を築いた。現在は失われてしまっている城は 1450年代のギオーム・ルベルのデッサンが示すように正方形の過去位置に3本の円形の塔が隣接していた。クレルモン主教で弟のロベールとギー2世はたくさん口論した。従ってフランス王フィリップ2世は領地を没収し、モールモン家の相続人であったジェロード・モールモンが家督を相続すると彼に与えた。カステロム・グディニスと呼ばれた村は15世紀に チャーティアウグイオンとなり、17世紀にチェイストルグイオン、19世紀にシャテルグイオンとなった。シャテルギオンのグロリエ集落の南に、小修道院と呼ばれる道の途中、サンクスと小修道院の遺構がいくらか残っている。この小修道院は、ハドリアノス4世のもとでも、ザック修道院が創設している。1165年の別の教皇教書では、 アレクサンデル3世はサンクストガもザック修道院に属すことを確認している。この教会はイクリーズムでサナクルトゥラと呼ばれ、フランス語でサンクストとなった。ラテン語のサナクルトゥーラとは、その地で行われていた農業活動を指して、健やかで良い文化、または賢明な数形という、教会や小修道院の建物は17世紀終わりから打ち捨てられていたようである。 1721年、修理がされていないことを理由に、市教は荒廃した建物と墓地の使用を禁止した。シャテルギオンの村の建設は、他のスパとは異なる。オーベルギの他の水源の町のように、ガロローマ時代から水源の周囲に築かれたのではなく、むしろ農民たちが保護を求めた十字架の丘の周りにあった。農民の生活は、ワイン生産を中心としていた。 十字架は、オーベルニュハクギー2世が建設した砦のあった場所を示す。1817年、コミューンは、浴場建設を決定する。老朽化した資産を回収できなくなった。自治体は、有名な、グロソン兄弟に水源を委託した。フランスの他のスパのように、シャテルギヨンも1901年に、火事の建設を選択した。1906年、 古い施設に変わるグランテルムが完成する。グランテルムは、オーベルニュのロマネスク美術に触発された設計だった。グランテルムは4つの建物で構成されていた。入り口のホールと両浴は、浴場専用であり、アトリウムと一緒だった。ホールは200平方メートルの面積、高さが9メートルあり、優雅に湾曲した2つの階段を備えた。床は、モザイクや、 サガンのタイルで覆われた。壁は多彩式のタイルや金色や緑色、青色のエナメルで装飾された。狂乱の20年代と呼ばれた時代には、スルタンやアラビアの王、アフリカの名士やインドのマハラジャたちが滞在した。シャペルギオンの水は、そのマグネシウム含有量からヨーロッパで独特のものだった。スパでは消化系や尿炉、そして代謝疾患の治療を専門としている。 2008年11月以来、スパではリュウマチによる効果防止治療を認められている。シャテルギヨンとサンティポリートの2つのコミューンは2段階の家庭を得てが合併した。1973年、コミューンとして主張代理を置いたままサンティポリートはシャテルギヨンと合併した。そして2007年6月に2つのコミューンは単純に合併した。 1975年の国勢調査より合併したサンティポリートの人口が含まれている。ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE。ありがとうございます。